アンナカレーニナ、アンナカレーニナは、低成ロシアの作家レフ、トルストイの長編小説。1873年から執筆を開始し、1875年から雑誌に連載した。1877年に単行本書版が、刊行された。戦争と平和と並ぶ作者の代表作であり、現代に至るまで極めて高い評価を受けている。 主な舞台は1870年代のロシア。政府高官、カレー人の妻である美貌のアンナは、兄夫婦のさかいを仲裁するためにやってきたモスクワで、若い貴族の将校ブロンスキーと出会い、互いに惹かれ合う。地方の純朴な地主両便は、アンナの兄嫁の妹キティに求婚するが、ブロンスキーとの結婚を期待するキティに断られてしまう。失意のは、領地に戻り、 農地の経営改善に熱心に取り組む。ところがキティはブロンスキーに無視され、それがきっかけで病を患ってしまう。アンナは夫と幼い一人息子の松ペテルブルクへ帰郷するが、ブロンスキーはアンナを追う。二人の関係は急速に深まるが、それを知ったカレー人は世間体を気にして離婚に応じない。アンナはブロンスキーの子供を出産後、重体となる。 そこへ駆けつけたカレー人は寛大な態度でアンナを許す。その一連を目の当たりにしたブロンスキーはアンナを失うことに絶望し、ピストル地を図るが未遂に終わる。その後ブロンスキーは退役して、回復したアンナを連れて外国に出奔する。両便は病気の癒えたキキと結婚し、領地の農村で新婚生活を始める。そして兄を見取ったことをきっかけに、 人生の意義に悩むようになる。帰国したアンナとブロンスキーの二人は、不貧困が知れ渡り、社交界から締め出され、やむなくブロンスキーの領地に今日定めることになる。離婚の話は、狂信的な知人のカレ人への入れ知恵や、一人息子を奪われるというアンナの恐れなどの事情で、なかなか進まない。自らの境遇に不満なアンナと領地の経営に、熱中するようになったブロンスキーとは、 次第に気持ちがすれ違い始め、アンナは、ブロンスキーの愛情が他の女性に移ったのではないかとまで疑うようにな。ついに絶望したアンナは列車に身を投げる。生きる目的を見失ったブロンスキーは、死費を投じて、義勇軍を編成し、トルコとの戦争、ロト戦争に赴く。一方、両便は、キキとの間に子供を設け、両地で幸せな家庭を築き、キとは、 他人や神のために生きるべきものだという思いに至る。不倫という神の掟き手を破る行為に走ったアンナは、不幸な結末を迎えざるを得ない。しかし、自身の気持ちに誠実に生きたアンナを、同じ罪人である人間が裁くことはできない。巨職に満ちた都会の貴族社会で死に追いやられたアンナと、農村で実直に生きて、信仰に目覚め、幸せをつかんだ両瓶とが対比され、 人の生きるべき道が示されている。トルストイは、リアリズムの巨匠の一人と評され、本作品においても鋭敏な感性で、登場人物の肉体や行動、及び環境を描くことで、その人物の心理を表現するという作者一流の、リアリズムの手法駆使されている。その的確な描写力に加え、心理に対する深い洞察、厳密な言葉の選択などが、 数多くの登場人物の個性を鮮やかに描き分ける。また、修辞学を廃止語義そのものを明らかにする直接的な文体が用いられている。雑誌に発表した当初から賞賛の声に包まれた。ドストエフスキーは芸術上の完璧であって、現代ヨーロッパの文学中、何一つこれに悲見することのできないような作品である。トーマスマンはこのような見事な小説、 少しの無駄もなく、一気に読ませる書物、全体の構造も、細部の仕上げも一点比の打ちどころのない作品と表し、例人は、本が擦り切れるまで読んだと言われている。桑原武雄は、この間を目にかかった、志賀直也さんも、近代小説の教科書と言っていい、と漏らされておりますと発言している。2002年には、ノルウェーブッククラブが選定した、 世界文学最高の100冊に選ばれ、2007年刊行のトップ10作家が選ぶ愛読書、ザ・トプトン、ライターズ・ピック・ゼア・フェイバリット・ブックスにおいては、現代英米作家125人の投票により、世界文学ベスト10の首位を占めた。複数の訳が重版されているが、いずれもタイトルはアンナ、あんなレーニナで統一されている。この作品は何度も、映画、 テレビ化されている。出演。2006年版、アンナ、一郎牧、ブロンスキー、井上義夫、レヴィン、桂山慎吾、スティーバ、小市万太郎、カレーニン、山和弘。ジカ2010年版、アンナ、一郎牧、瀬名セナジュン、w、キャスト、ブロンスキー、井レかなたレヴィン、桂山慎吾、スティーバ、山西敦、シアツシ、カレーニン、 2013年版、アンナ、イチロ・マキ、ブロンスキー、イレイカナタ、レビン、カツラヤマ・シンゴ、スティーバ、イノウエ・タカシ、カレーニン、ヤマジ・カズヒロ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。